ヘンリーリー、ヘンリーリー、A、ヘンリーリーまたは、ライトホースハリー、A、ライトホースハリー、1756年1月29日から1818 18年3月25日は、アメリカ独立戦争中の大陸軍機兵士官である、バージニア州知事と、アメリカ合衆国会議員を務めた、アメリカ合衆国建国の父の一人に挙げられ、 また南北戦争で有名になったロバート・ E ・リーの父である。リーはバージニア州のダムフリーズの近くで生まれた。父はイングランド系の少々の1730年から1787年、リー・スルベイニア。母親はルーシー・グリムズ。1734年から1792年、ザ・ローランド・ビューティーである。リー自身はヘンリー・リー三世である。 父親のいとこには、大陸会議の第六代議長リチャード・ヘンリー・リーがいる。母親の名は、バージニア国知事、トマス・ネルソン・ジュニアの妻である。リーのヒーババメアリブランドは合衆国大統領、トマス・ジェファーソンの大場である。リーの祖先をたどれば、イングランド王女、エドワード一世、在位。1272年から1307年、エドワード二世、在位。 1307年から1327年、エルサレム・オージャン・ドブリエヌ、在位、1210年1212 12年、カスティーレ・オー・ペドロ・一世、イ、在位、1350年から1366年、1367年から1369年に行き着く。リーは、法律家になることを目指し、1773年に、ニュージャージー大学、 現在のプリンストン大学を卒業した。しかし、その後すぐにアメリカ独立戦争が勃発し、リーは革命軍の士官になった。1776年、リーは大陸軍第一軽装竜気兵隊に所属するバージニア流騎兵隊の隊員に昇進した。1778年には少佐となり小さな非正規兵隊の指揮を任された。リーは 軽装機兵隊の指揮官として大変な評判を取ることになった。前哨基地におけるリーの働きぶりからライトホース、ハリーのあだ名ももらうことになった。リーは1779年8月19日にニュージャージーのパウルスフックの戦いで158名を捕虜に取るという大手を立て、この功績で金メダルをもらった。独立戦争全体で 将軍以外の士官にこのメダルを与えられたのは、リー一人である。リーは中佐に昇進し、エリスグリの隆気兵を集めた中隊、リー軍団と呼ばれたを率いて、南部戦線を転戦した。この戦線でリーは、勝ち戦でも負け戦でも目立った働きをした。例えば、キャムデンの戦い、ギルフォード軍長者の戦い、ユートースプリングスの戦いである。リーは、 ヨークタウンの戦いにおけるチャールズ・コーン・ウォリスの降伏にも立ち会い、その後健康上の理由で退役した。評判の悪いウィスキー税反乱の時、D は1万3000名の民兵を率い反乱を沈めた。しかし、この式は実際よりも紙の上のものであり、ジョージ・ワシントンとアレクサンダー・ハミルトンの二人同行していた。 1782年4月8日から13日、ストラットフォードホールで、リーはまた10枚で、神聖なるマチルダと言われていたマチルダル・ドエルリー、1766年から1790年、と結婚した。マチルダは、フィリップル・ドエルリーシニア、1727年から1775年、とエリザベース・ステップト1743年から1789年、 夫妻の娘であった。マチルダの母は後に、フィリップ・リチャード・フェンドール一世、1734年から1805年と再婚した。このフェンドール一世は、結果的に3度結婚したが、相手はすべて、リー一族であった。この結果、フェンドール一世は、リーのいとこであり、義兄弟であり、同時に義父ということになった。フェンドール一世は、リー家から購入した。 アレクサンドリアの土地にリー・フェンドール・ハウを建設した。マチルダは三人の子を産み、1790人に死んだ。1793年6月13日、リーはシャーリー・プランテーションで十七歳歳歳したのと結婚した。二人の間には六人の子が生まれた。その5番目の子、ロバート・エドワード・リーが後に南北戦争の南軍将軍として名を挙げた。妻のアンは、 シャーリーの裕福なチャールズ・カーターとアンバトラームーは、夫妻の娘であり、バージニア植民父事アレクサンダー・スポッツウッドや、ロバート・カーター一世の孫であり、さらに遡れば、トマス・モアやクローフォード第二大伯爵を通じて、スコットランド王ロバート二世にたどり着いた。リーは、アーロンバートの共同経営を含め、かなり投機的な事業に手を出し、行き詰まってしまった。 アメリカ合衆国建国の党たちの間では、財政的陶器は稀ではないことであったが、リーのやり方は全く的が外れており、家族にまで苦しい思いをさせた。1810年、債権者の要求に応えるために、また債務者刑務所から出所するために、リーはすべての財産を処分することになった。1785年、リーは、 ジョージ・ワシントンに対する友情の証として、西洋土地の木の苗木十二本を贈呈した。ワシントンはそのうちの二本を友人で副官のロバート・ブラウン将軍に送り、残り十本をマウントバーノン農園に植えた。ブラウンはその苗をペンシルベニア州イースとアレン町の近くバスの家に植えた。一本の木だけが1921年の修復を経て168年間も生き延び、 雷に打たれてその生命を終えた。1928年、この木の種876個が48州の大学と世界中の国々に配られた。この友情の象徴はアメリカの友好の木としてブラウンの西洋土地の木を認めさせることになった。1786年から1788年、リーは大陸会議の代表を務め、その最後の年に、 バージニア議会においてアメリカが州国憲法の採択に賛成した。1789年から1791年、リーはバージニア議会議員を務め、1791年から1794年、バージニア州知事となった。1794年、リーはワシントンと共に西ペンシルベニアのウィスキー税の反乱の鎮圧に赴いた。 バージニアでは知事を務めた功績で新たにリー軍が創設された。リーは1798年から1800年にアメリカ陸軍の少将を務めた。1799年から1801年、リーは第六期アメリカ合衆国議会の会議員を務め、ワシントンの死にあたって、ジョン・マーシャルが行った議会説の有名な言葉を書いた、戦争で一番、平和で一番。 母国の民の心に一番。1812年7月27日、ボルチモアで、リーの友人で、米英戦争に反対の意を表明した、ボルチモアフェデラルレパブリカン氏の編集者、アレクサンダー・コンテ・ハンソンに対して、民主共和派の暴徒を仕掛けた。リーはハンソンを助けに行ったが、重傷を負いそれから回復しなかった。リーと二十数名の連邦派は、 チャールズストリートにある3階建ての事務所ビルに逃げ込んだ。ジョン・ストリッカー巡将や死の役人の説得でリーとその仲間は翌日降伏し、1マイル離れた軍刑務所まで護送された。しかし暴徒を率いる労働者、ジョージ・ウイルス・レジャーが刑務所に侵入し、中にいた連邦派やリーを3時間にわたって殴り続けた。連邦派の一人ジェームズ・エムリンガンが死んだ。 リーは内臓を痛め、頭や顔に傷を負って喋ることすら、ままならない状況だった。リーは傷を癒すために、西インド諸島に向かった。リーは1818 18年3月25日に、ダンジェネスで死んだ。ダンジェネスは、ジョージア州、カンバーランド島にあり、ナサニエル・グリーンが、夏の家として作ったものだった。グリーンの娘ルイーザがその時は所有していた。リーは、 セントメアリーズ近くにいたアメリカ艦隊に栄誉の霊で埋葬された。リーの遺骸は、ルイーザの母キャサリーンと同じ小さな墓地に埋められていたが、1913年にバージニア州歴シントンのワシントンリー大学のキャンパスにあるリー霊廃堂の中のリー家遺体安置所に移された。リーは、債務者刑務所にいる間に南部戦線の戦争の記憶を表した。 1812年、第3版はリーの息子、ロバート・エ、e、リーの記録を加え1869年に改定。リーの長男とチャールズ・リーは第3代アメリカ合衆国司法長官を務めた。ジテーノはバージニア選出のアメリカ合衆国会議員を2期務めた。マッテーノはアレクサンドリア市長。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。